順天市長順天市は、大韓民国全羅南道東南部の市。16世紀末に、日本軍が築いた順天山和城が残る。2013年に、順天湾国際庭園博覧会が開催されている。朝鮮半島南海岸地帯に位置し、東は、全羅南道高用市、九霊群、西はは順群、北条群北は黒条、国条軍南は、 冷水市と接する。南は一部、順天湾及び、紅葉湾に面する。順天湾は、干潟が広がりなべずるなどの平地になっており、ラムサール条約にも加盟している。人口は2000年に27万に達した後は、横ばいである。外国人人口は、約1600人で、うち約700人が、中国人。日本人は、約60人。なお、 朝鮮民主主義人民共和国平安南道には、ハングル表記が同じ順側詞があり、翻訳時に漢字表記が混同されることがある。隣の冷水市や紅葉市に割に二次産業は発達しなかった。代わりに商業と観光業が発達した商業都市だ。最近、順天市も二次産業施設を造成していて、観光業と、 商業中心の産業構造も変貌するものと見られる。金属鋳造、成鋼、製鉄業が発達した都市だ。市の東南部海流面の海流産業、東北部の西面の順天産業団地が代表な産業団地だ。順天市に本社、本店を置く主要企業製造工場過去まで今から全羅南道の東部県の商業な中心地だって。 都市の規模の割に多い商業施設がいる。市内の上間は大きく4つの部分に分かれる。中央路、順天駅、寺司ド堂、新大里だ。中央路順天市の旧道心だ。地下商店街がいて、主な販売品目は衣類だ。隣に学校が多くて、学生の移動量が多い。寺司ド堂順天市の新都心だ。この地域の NC デパート順天店は、 全羅南道の唯一のデパートだ。新大理順天市の東南部にいて、新市街だ。モダーウレートの売り場がいる。重慶住民をコンセプトにしている。松広寺の下社、道船岩尾寺、王、新道慶長の役で、小西幸長が1597年に築いた、日本式の城。順天市東南部の紅葉湾に面した小山に今も、 当時の石垣や空堀が残る。1598年10月、小西行きながらが、順天山和城で、明、朝鮮軍による攻撃を受けたが撃退した。順天山和城の戦いの後、朝鮮に派遣されていた日本軍は、豊臣秀吉の死により撤退が決定し、順天山和城に駐屯する、小西行きながらも撤退する手はずだったが、明、 朝鮮の水軍の海上封鎖により阻まれた。これを死に救援に来た、島津義弘、立花宗しげらの水軍が、民、朝鮮連合水軍に襲われ、戦役最後の大激戦となった。露了海戦である。この戦いで、李春心が戦死した。小西軍はこの隙に順天を脱出した。順天市街地から西に約2 2トル離れた。 落安面東内里、西内里、南内里地域に所在する。李氏朝鮮時代、和光の襲撃に備えて築造されたとされる土壌をもとに、17世紀前半に作られた約1 4トルの石積みの城郭や城郭の内外の住居等で構成される。1983年に史跡地に指定された後、一部の補修。 復元や整備を経て、現在に至る。この地方の伝統的な民家が、今も残るだけでなく、テーマパーク的な他の民族村とは異なり実際に200名以上の住民の生活が営まれている。2013年に、順天湾国際庭園博覧会として開催された。日本の庭園は、姉妹都市の鹿児島県泉市が代表として作った。閉幕後は、 順天湾国家庭園となり写真映えの良い観光地ともなっている。全羅線には、辰山駅より、KTX が乗り入れる。市内は、順天駅に全列車が停車、九礼口駅に一部列車停車。辰山駅順天駅間は、約2時間40分。また、ITX セマウルムグンファ号、観光列車 S トレーンも全列車が、九礼口駅と、 順天駅に停車する。喜び前線は、順天駅で大半の列車の運行系統が分割されている。陳珠駅方面及び西甲州駅方面の無群ファ号が発着するが、いずれも本数は非常に少ない。また、立山駅西甲州駅順天駅間の長距離、無群ファ号の終着駅ともなっている。冷水文化放送、公衆放送系列。 ありがとうございます。